どうも、ビタです。パーソナやっていきたいと思います。はい、本日は、先人谷高校でサイドバック作っていきたいと思います。まあ、こちらはね、今回、アフロ着たのではなく、浴衣のハヤテくん借りております。うん。まあ、今回はね、多分、敏捷が余ります。余るとした敏捷です。なかなかね、これでオフェンスタックがバツバツ来ることはほとんどないんで、バツバツ来れば、うん、US 星4ぐらい目指せるのかなと思いますんで、頑張ってやっていきたいと思います。デッキの方は、さっき、バルサやベサカ。で、水着のアズサ、草津、ミネ。そして、浴衣のハヤテくん。この6人で行きましょう。で、バッチはね、ライカのカゴ。まあ、筋力ならなくなるのかなと思いつつ、ライカのカゴ持ち込んでおります。オフェンス101は厳しいかもしれませんが、頑張ってやっていきたいと思います。初期値の方はね、うん。オフェンスタックで必要な、オフェンステック、タックで上がる、オフェンス、そして、テクニック、スタミナ。この3つが高くなっているのはありがたい。さあ、頑張ってやっていきましょう。アイテムの方は、パワードルと招き猫を持ち込んでおります。まずは評価を上げてね、しっかりとタック踏んでいきたいと思います。はい。ちゃちゃっと行きましょう。頼むよ。臨床はね、うん、多分大丈夫なはず。ハヤテくんがね、すごいんで、強すぎるんで。はい。頑張っていきましょう。で、とりあえず、草津踏もうか。はい。さあ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 、ああこれは草津ミネ、うん、今回ねミネくん、そして北野くん変わってサッキーとかも入れてるんで、ちょっとね評価が足らない人ばっかり入れてるんですよね。はじめ評価大変な人ばっかり入れてるんで、ちょっとはじめのやつでタック踏めないかもしれません。まあそれはちょっと諦めないといけないのかなとは思っております。はい、しっかりと評価を上げてみましょう。まあ、ギリギリまでもつれ込んだらワンチャンいけるんでね。さあ、これはオフェンスでいいかな。うん、本当は今のはメンタルなんだけどね。まあ、しょうがない。人がいない。じゃあメンタル。カットしてこい。来ないか。で、難しいボール。オッケー、いいよ。これはでかい。これはでかい。で、オフェンスいきます。うん。で、次、メンタルいきます。はい。で、どこが燃える？スピードか。スピードは燃えてほしくなかったな。そして、難しいボールで、評価10。オッケー。それ大きい。で、スピードが燃えてる。でも、燃えてるタック。でも、これはメンタルでいいですね。はい、ミネくん。お、いいね。一緒に特訓。いよいよ、メンタルが燃えてきた。で、これは真ん中で、キキサッチのコツ、回っていきまーす。はい。この二人のコンボは強すぎるんだよな。使えるキャラ二人のコンボはありがたいです。そして、ここ、ここ行きたいけどな。まあいいや。ハヤテくん行きましょう。で、あと草津くんしっかりと燃やしていきたいと思ってます。燃やしていく？燃やしていくじゃない。評価上げていく、いきたいと思います。はい、やべさか、頼むよ。オッケー。草津くんね、草津くん。お！これチームメイトの評価上がるんですよ。説得する。これはありがたい。でかい。で、さっきまで OK。ね、ミネくんと、あと、草津くんか。これは、ワンチャンか。ミネくん。監督飛ばしてくんなかった。まあ、飛ばさなくてもいいや。飛ばさなくていい。大丈夫。で、そして、ここで、うわぁ、行きたいな。行きたいな。行こっかな。でも、どうだろう。敏捷は多分余る予定なんですよね。余る予定なんだよ。余る予定。迷うなぁ。行くなら一回回復しないといけない。草津も行っときたい。迷う。いや、行っちゃおう。行くよ。行く行く。はい。で、スピード。で、ヘディング以外。さっき見 OK。で、1185。まあ、なかなかもらえてますね。さあ、あとはディフェンス、フィジカル、パパッと踏んでいこう。で、草津くんがどこにいる？草津くんがここか。そこじゃねえんだよな。では、フィジカルいきまーす。カットージ。やべさかか。まあまあまあ。お！回復ありがてえ。ナイス。で、草津。草津か。ちょっと草津無理だな。もういいや。これは、もうディフェンスで燃やしていきまーす。
はい、もうここはリミットなんで、まあ臭さはしょうがない、1回目のタックはしょうがない。さあ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 、ここでもチームメイトの評価上がるからね。左で真ん中で、様子を見る。うわー、やられた、残念でした。で、草つくんじゃねえ、タックでかいタック来てください。おー、タックをね、じゃあ草つ、おー、草つがもういけてるいけてる、オッケーオッケー。じゃあここ行こっか。で、フェアプレイ潰しておきます。ミネ君のフェアプレイだけは潰しておきましょう。はい、ではミネ君何くれますか。フリーキック、まあいいでしょう、いいよいいよ。で、タック、でかいタックお願いしまーす。でかいタックを、うわー微妙だな、もうこの時点でダメだもん。どうしようどうしようどうしよう、ここ行こっかな。でも技術欲しいんだよなー。迷うなー、コツありなんだよなー。でも敏捷を稼げると思うからもういいや、こっち行きます。いやいや、はい、次こそでかいタック、オフェンスにでかいタック来てくれると嬉しい。まあスピードでもいいけど、気持ちの問題だ。はい、お、まあ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 いいでしょう、まあまあまあ許容範囲、いいか、オッケーオッケーオッケー。で、踏む、はい、まあ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 いいでしょういいでしょういいでしょう。そしてもう一丁オフェンスでかいタック欲しいな。はい、でここはオフェンス上げておきます。あ、来なかった、マジか。これテクニック踏ん、あ、これミンショ、うん、ディフェンスいきます。ディフェンスでいいや。で、とりあえず、オフェンスを上げて、ミネ君とサラシナはこれで成功してもらおう。はい、そしてあとはパワーとスピード上げておきましょう。さっきはね、多分依存なしかテクニックなんで、まあ、もう依存なしっていう方向性で。で、矢部坂走ったらスピードで頼みます。で、ディフェンス、ハヤテ君走ったら、ごめんなさい。ディフェンス上げます。後で。はい、これで行きましょう。これで行きます。そしてディフェンス。まあ、1回目。まあ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 。いいでしょう。さあ、2回目からね、爆発してくれればまだまだいける。まだまだいけるんでお願いします。今のままでいい。今か。チュンガバ。残念。で、タックは踏んどきたい。はい。オッケー。いいよー。で、何来る？キャプテンシーかなり。オッケー。で、これは、これは、帰る。燃やしてもね、これ以上燃えないんで。で、矢部坂くん、ファーストゴール、ダッシュ？ファーストゴールにしとこっか。はい。で、一回休みます。一回休みましょう。オッケー！ナイス！で、次スピードタック来てほしいですね。はい。で、これはスマートボールで回復のコツもらってきます。先読みも回ってるんでね。難しいボール。オーケー！ナイス！そして、うおー！もったいねー。まあ、いいか。もう一回行ってあげようか。行ってあげよう。はい。メンタル、オッケー。メンタルが燃えるのはありがたい。違うんじゃないか。で、メンタル燃やしていきます。お、あ、ほんと、監督いるね。はい、来なかった。残念。で、古風だな。で、もう一丁テクニックいっておこうか。ミネ君のコツ。コツ、コツもらおうか。コツもらいます。ミネ君。フィジカル、いいでしょう。そして、ここで気合い入れてもらいます。気合を入れて、神社に行く。気合を入れる。オッケー。流星群ナイス。そして、どっち踏もうかな。別にカットで来てくれなくてもいいから、逆に来ない方がいいのか。来ない方がいいな。じゃあ、来ないように仕向けよう。で、スピード、スピード、スピード。はい。で、テクニックもちょっと振っとこうか。
はい、これでいきましょう。いきまーす。で、ディフェンス。で、カットをじっても行かせません。はい、一緒に特訓。はい、ミネ君走り出しましたね。病気になりたい。で、サラシナ。これはリードコツ欲しい。リードコツくださーい。はい、OK。で、はい、ではフィジカルいきます。さあ、こっから。こっからタック頼んます。頼んます。さあ、来い。さあ、来い、さあ、来い、さあ、来い。まずはタックね。まずはタック。スピードか。まあまあまあ。二人か。まあまあまあ。まあ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 。で、これは、精神、技術。まあ、技術だな。はい。もらっておきましょう。で、オフェンスタックに来てほしい。で、サラシナ、成功でしょう、さすがにね。はい、ありがとうございます、ぶっちぎり。スピード二人。スピード二人か。これはさすがにスピード二人いきますね。で、スピード振っときますね。もうスピードは101目指すんで、いいです、振っちゃいます。で、スピードいきましょう。はい。で、オフェンスタックが来てほしい。オフェタックね、オフェタック。頼むよ。ちょっとね、まだ上げれてないんで、しっかりとお願いします。さあ、行きましょう。おお、2人。お ?3 人。あー、まあまあ、ダブルタック、ありがたい。ありがたい、ありがたい。いいよ。いいよ、その調子。その調子で行きましょう。で、リナちゃん来た。うわぁ、もったいない。来ないか。ディフェンスだな。で、そろそろディフェンスも上げておきます。ディフェンスも、ハヤテくんが走り出してるんで、上げておきます。で、とりあえず、敏捷を使い切って、使い切るのみたいな。こうだ。で、テクニック上げてと。はい、これでいきます。で、これはディフェンス踏んときまーす。はーい。はい、カットちょっとリナちゃん終わったよ。で、これは、はい。やべさか。ダッシュコツください。頼むわ。ダッシュコツ。ダッシュコツ。来ないね。はい、残念ながら来ませんでした。まあまあまあ、いいでしょう。はい、投手をゲット。で、さっき成功して。はい、おー、失敗、マジか、残念です。残念でした。で、オフェンスだな、オフェンス行かないといけないな。オフェンス行かないといけない。はい。はい。で、左右で違う。で、矢部坂、足が速いところをスピードスターもらっていく。そしてスピード、うわぁ、踏めないなぁ。矢部坂、矢部坂。はい。フリーキックもし、うわぁ、体力回復しないといけないか、まあ、しょうがないね。はい、ではしっかり前半後半行きましょう。で、まあ、問題ないかな。ディフェンス上げとこう。ディフェンスをちゃちゃっと99。はい。まあ、悪くない程度に上がってんだけどね。はい、ではやっていきましょう。はい、終わりましたね。さあ、さあさあさあ、こっから、あと1回練習して、タック読んでいきましょう。で、そして、そして、そして、スピード踏んで終わりだね。では、これバードリー使って、行きましょう。さあ、こっからオフェンスタックに固まってほしい。まだね、技術、精神、筋力、全然足りてません。まだまだ来てほしいよ。頼むよ。で、ここもったいないな、体力回復か。まあ、しょうがないか。はい。うわー、スピード。これはテクニックいきます。はい。で、ミネ君、これは成功でしょう。
ありがとうございます。ナイスー、いいですね。そして矢部坂も成功でしょ、スピード上げてるからね。はい、オッケー、ナイスダッシュ。うわー、タック来ない、マジか。あー、メンタル、これメンタルいきます。メンタルいくんだけども、いくのですが、まあまあまあいいか、このままいきます。メンタルいきましょう。さあさあ、ここら辺でしっかりとね、基礎値回収しておきたいです。あーら、いない。お、パワー、負けた、マジで。で、テクニック出ない。で、スピード、ナイス、いいですね。どこ、うおー、タック来ねー、タック来ねー、マジか、くね。うお、メンタル、これで精神はもうほぼ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 ではないけど、まあまあいい感じにはなったね。はい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 。で、1万428点、あ、結構経験点は出てる方なんだね。はい、でタックオフェンスに勝っ、うわ、でもこの時点で4人はいるからな、2人か。まあ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 。で、スタミナ、スタミナ、あーっと、根性投手を取っちゃおう。はい、これでオフェンスいきまーす。あ、でも残りいったんか、ちょっと精神使おうかな、精神使おうか、精神使おうか、闘争心でしょ、知恵と。はい、これでいきます。はい、オフェンスタック、まあ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 、はい、草津くん、これは成功でしょう。はい、100、ナイスでーす。で、これは、チュンがバネられます。残念。で、こっからはタック踏んでいく、オフェンス。で、一回休んでスピード、タックが来てくれたら嬉しいです。はい、俺も手伝うよ。はい、いいねー。うん、休みます。チュンがば、と思ったけど、まずパワー上げとこっか。はい。では、チュンガバ来てくださーい。あー、残念。で、これは体力回復狙ってきます。で、スピードタック。おーっと、来ない。じゃあ、メンタル行こっか。メンタル行きまーす。はい、サツくん。成功でしょう。はい、ありがとうございます。ナイスですね。前回のフォトゲットです。で、もう一丁メンタル行きましょう。で、樋口来い。あー、リナちゃんかー。リナちゃんかー。スピード、行きましょう。はい。で、7、6、5、4。あ、7、6、5、4。あ、5か。3ターンか。3ターンか。俺もまだ余裕があるよ。OK、ゲット。火がついた。でも2なんだよな。これもう一丁燃やしとこうか。で、ダッシュコツ欲しいな。まあ、ドリブラーでもいっか。はい、行きましょう。はい、ダッシュ、ナイス。そして、しっかり前半、後半で、能力はいいや。いきまーす。はい、終わりましたね。さあ、あと少しです。あと少し、頑張っていきましょう。あと2試合。まあ、ここで踏むか踏まないかは、どっちにしよう。まあ、とりあえず、次踏もう。はい、遊びに行きまーす。ワンチャンこっち来てくれたら嬉しいんだけど。ディフェンスにコツ。あ、来なかったか。残念です。おー、まだ敏捷ちょっと欲しいから。うん。はい。ディフェンスいきます。まあでも、敏捷欲しいけど、査定上げるならば、オフェンスタックの方がいいかな。さあ、来てください。まず、タック来いよ、タック。OK。タックは来てる。で、オフェンスに来てる。オフェンスに来てる。OK。まあ、ここもありなんだけど、こっちだな。はい、そして、ちょっと査定というか、まあ、金徳を振っていこう。金徳を振っていこう。もうこの辺は振ってもいいもんな。はい。まあ、これでいきます。で、精神か。じゃあ、この辺上げていくか。この辺上げていきます。はい。トラップね、失敗したのは痛かったな。では、これでいきましょうか。とりあえず、これでいきます。
溢れはしない。はい、オフェンスいきます。スピードもちょっと来てほしいかな。タック、とりあえずタック、タック。オフェンス1、スピード2、スピード3。1人か、1人か。これはスピードいきますね。いや、スピードいきます。ちょっとミニショー使いたかった。はい、ではタック、でかいタック来い。まあ、スピードいきましょう。はい、いきまーす。で、これで金徳全部振れるはず。お、いいね。虹フラッグ来ました。ありがとうございます。しっかり全部こう。そして、スピードスターと、インターセプト。はい、これでいいかな。これで、とりあえずファーストゴールと。うん、まあ、こんなもんでしょう。で、ヘディング取っといて、パワー100かな、これ。パワー100だろうな。まあ、とりあえずこれでいきますか。まあ、この辺取って。アシストも取っとこうか。はい、これでいきまーす。いきましょう。はい、終わりましたね。さあ、ラスト1回。さあ、タック。オフェンスのタックが来てほしいです。お、虹フラッグゲットです。はい、オフェンスタック。スピードか。ああ、これビ、うん、こっち行きます。ディフェンス行きましょう。技術がそこまで稼げなかったぞ。じゃあね、うん。シュートレンジ取っちゃって、マッチアップ、引き察知、この辺取っちゃって、パワー上げるか。怪我しにくさ取って、コーチングは取ろう。で、意外性か、迷うな。パスは取りたいか。はい、まあ、これでいきましょう。溢れることはないと思います。では、やっていきまーす。はい、終わりました。さあ、最後振っていきましょうか。まあ、ぼちぼち稼げたっちゃ稼げた。まあ、欲を言えば、さっき成功してほしかったかな。まあそんなところですかね。まあ、これでも US いけんじゃないかな。無理かな。いける気もするんだけどな。さあどうでしょうか。16,995。さて振っていきます。で、ちょっとね。できれば、スピード101にしようと思ってたけどやめます。やめます。はい。やめた方がなんか効率良さそうな感じするんで、やめます。で、精神がやっぱり多いね。精神が多い。なので、ちょっと精神を使っていきます。精神を使っていく。ラッキーボーイとかいいな。使えるね。ハードワーク。印象がちょっと、爆発力の回復だなぁ。爆発力はいらないからなぁ。でも精神使えるんだよなぁ。精神ちょっと使いたいんだよな。そして、ビハインド。技術どっかに。これぐらいか。回復振って、ビハインドやめて、ラッキーボーイと取ろうか。ラッキーボーイ。あ、でも、ちょっと待てよ。待てよ。ちょっと民衆もあった。これの方が効率いいんだ。で、タイエス取って。そうか。これでもそんな変わんないのか。じゃあ、ムードね。そうだな。まだこっちの上か。回復取ろう。回復にします。
はい、これでいいでしょう。これで終わります。まあまあまあ、ぼちぼちの選手ができました。さあ、どれぐらいいったかな。 US は行ってほしい。はい、右サイドバック、はい、US 誕生。はい、US 星1まで行きましたね。まあ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 、うん、これでサッキーが成功してればと思うんですけども、サッキー成功しても多分 US 星1のまま、もうちょっとねタッグ来てれば、うん、いいのかな。まあでも意外とねタッグ来なかったんですけども、結構伸びましたね。まあやっぱり先人なりの強いとこはここです。まあ敏捷がね生えてくるように入れると、もうほぼほぼ確実にディフェンススピード100できるんで、ありがたいです。まあ2周年で颯くんか、アフロの北野くん復活してくれるとありがたいです。はい、本日はご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ベタでした。さよならー。